札幌すすきののホテルで男性が殺害され頭部が持ち去られた事件。起訴された親子3人のうち母親の浩子被告の2回目の裁判が今日午後開かれます。札幌地裁前から中継です。札幌地裁前では午後1時半から開かれる田村浩彦被告の裁判の傍聴券を求める人の長い列ができています。去年7月札幌すすきののホテルで男性が殺害され頭部が持ち去られた事件では札幌市厚別区に住む親子3人が起訴されています。母親の田村浩子被告は娘の瑠奈被告が殺害した男性の頭部を自宅に隠すことを容認したなどとして死体遺棄幇助などの罪に問われています。先月4日に開かれた初公判で浩子被告は違う点はいくつかあると思いますと起訴内容を否認しています。検察側は冒頭陳述で一家では瑠奈被告が圧倒的な上位者で浩子被告は犯行を手助けしていたなどと主張しています。一方の弁護側は浩子被告が頭部が自宅にあることを知っていたが保管することを認めた発言はしていないなどと無罪を主張しています。今日の裁判では父親の修被告が出廷し証人尋問が行われる予定で親子3人の家族関係や事件前後のやり取りなどについてどのようなことが明らかになるのかが焦点となっています。